大谷竹春のマイロードラジオ。こんばんは、名古屋在住のシンガーソングライター大谷竹春です。さあ今週で7月も終わります。来月はいよいよお盆の大型連休が待っていますよ。あなたはお盆の予定は何か計画されていますか？僕は毎年恒例、お盆はお仕事頑張ります。それでは今週もどうぞお付き合いください。竹春のマイロードラジオ。はい、夏休みもね、本格的になってまいりまして、社会人の方もね、さっき言いました、間もなくお盆もありますので、海に行ったり川に行ったりとあなたもね計画していると思います。でもちろん川やね海で遊ぶことって楽しいんですけども、まあ、この時期気をつけてほしいのがやっぱり水の事故ですよね。よくニュースでも最近ね、まあ、水の事故で、命をね、亡くなってしまった方とかもいらっしゃいますので、やっぱり事故に遭うとせっかくの楽しい夏休みがね、台無しになってしまいますので、まあ、皆さん事故には気をつけてほしいんですけども、実はですね、この川、僕もですね、過去に流されたことがあるんですね。はい。で、よく川なんでね、なんで流されちゃうのみたいな感じで、耳にすることあるんですけども、経験者のですね、僕ははっきり言えるんですけども、川はですね、やはり舐めてはいけません。はい。で、僕流された経緯なんですけども、学生の頃ですね、もう本当に、十何年前なんですけども、友達と川に遊びに行きました。で、その川はですね、まず見た目、ちょろちょろちょろって水が穏やかな感じで流れてる場所だったんですよね。で、なんかこう、見た目ほんとプールの滑り台みたいな感じですごく滑らかだったので、この、なんかこの水の流れにちょっと遊んでみんな、こう乗ってみないみたいな感じでね、こうちょっと皆さん、みんなで友達でね、こういう話しながら、ちょっとやってみようかってなったんですね。で、まあ、僕がトップバッターで、その、ちょっとこうちょろちょろちょろって流れてると思ったね、川の中にこう、バーンと入ったんですよ。そしたらその瞬間ですね、もう体が、ブワーッと本当にその流れにですね、流されていって、もう持っていかれましてね。で、本当ね、もうブワーって感じですわ。あっという間に、言葉もキャーとかも出ないぐらいね、結構、ふわーっと本当に、体感で言うと本当に3、40キロぐらいのイメージで流されてって、で、しかもですね、そんなに深い川じゃなかったんですよ。で、足も、まあ、いわゆる川底につくんですけども、やっぱ川底って藻が張ってるので、まあ、ぬるぬるなんですよね。だから足踏ん張っても、あと岩とかにこう手でね、しがみついても、もう藻がぬるぬるなので、もう絶対止まらないんですよね。で、僕あっという間に300メートルぐらい、ガーッと流されてしまって、で、その時ですね、まあ、僕、幸いなことに、浮き輪をしていたんですよね。で、浮き輪をしていたので、まあ、ぷか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 浮きながら、バーッと流されたので、よかったんですけども、それを見ていた友達が、僕が、楽しそうに見えたらしいんですよ。バーッと流されたの。で、後に続いて、その友達がまた、いわゆるその流れに乗っちゃったんですね。そしたら友達も同じように、びっくり、わーっと流されてって、もう一人っていうふうに三人ですね。まあ、幸いなことに皆さん、ね、友達、浮き輪してたんで、みんな大丈夫だったんですけども、本当にあっという間にですね、ガーッと流されてって、もう掴めないまんまね、もうどこにも着地もできないまんま、もう本当に川下までね、流されていったんですね。だから、やっぱりですね、川って見た目、滑らかに見えても、やっぱいざ入ってみると、かなり流れが速かったりするので、で、そういうので結構皆さんね、やっぱ遊んでるとテンションも上がっちゃうと、飛び込んじゃえとかなっちゃうと思うんですよね。だからそういうのもありますので、ぜひ皆さんですね、やっぱり、楽しくですね、安全に川でね、やっぱ遊びたいと思いますのでね、気をつけてほしいなと思います。とにかくちょろちょろの流れでも、皆さん川に入るときは、そっと、そして浅瀬で、ね、特に浮き輪とか持って楽しく遊んでください。
じゃあ皆さん、この節の夏もね、楽しい思い出をたくさん作ってください。それではここで一曲お届けします。おかげさまでですね、45万部突破しました。聞くだけで自律神経が整う CD ブックの中から、大谷武春で、物思い。お送りしましたのは大谷武春で物思いでした。大谷武春のマイロードラジオ。はい、夏は川も海も楽しいですけども、やはりお祭りが楽しいですよねってことでですね、大谷武春はお祭りに出演します。8月9日の日曜日に、名古屋市南区にあります、笠寺観音夏祭りに出演します。出演時間なんですけども、夜の8時10分から、8時半と20分間ね、出演します。盆踊りなどもありますね。その後で僕が、演奏と歌の方をさせていただきます。で、このライブの模様はですね、なんと今回、撮影が入りましてですね、その撮影したものを後日、DVD にして発売するというね、予定になってますので、やはり皆さんの応援が必要になりますのでね、ぜひぜひ皆さん、ライブ遊びに来てください。待っています。それではまた来週も聞いてください。シンガーソングライター大谷武春でした。バイバーイ。